こんにちは。はい。斉藤さん、今日はですね、7月の監督月間総評になります。そんなに今日は長くなりませんよ、60分も。60分もならないので。はい。はい、なので、まずセ・リーグからです。はい、セ・リーグは、首位の現在、巨人、阿部監督。はい。ズバリ、阿部監督の7月は印象で一言で言うとどんな感じでしたか？これはね、うん、末恐ろしい監督になるかな。おお、やっぱね、洞察力というか、はい、あのね、変に相談してないと思うんだよ、うん、自分の中で消化してると思うんだよ、はい、でね、俺それを感じたのは、うん、阪神戦なんだよね、うん、山崎伊織を下ろした時、あの早い回でしたよね、うん、5回で下ろした。で、6回に変な間があるんだよね、はい、まあ岡田監督が言ってたように、うん、歌が入って、ああのちょっと長くなったって、まあ、それじゃなくてもグランド整備とかで、うん、ちょっと一泊ある、うん、その時に中川を使ってきたんだよね、うんうん、1対0で、はい、これは次の日にグリフィンだとか、うん、まあ、3戦目多分統合だと思うんだけども、うん、そこで勝てばいいっていう、相手は最近中川と伊藤と平内を試す、うんうん、なんか采配をしたような感じがしたんだよね。だ、私も話を見ててびっくりしました。で、いや、だからこれは負けるっていうね、はい、先読みがあってリスクを取らなかったんだよ、うん、1対0だけど、はい、でもそこら辺の見極めがすごいなと思ったんだよ、うんうん、で度胸も座ってるし、はい、だからこれはまあ、例えば井上が投げてるときに1球投げた後にすぐピッチングコーチ生かしたりだとか、杉内さんですよね、うん、だからこの動きを見てると末恐ろしいなっていう、これが俺の考え方が合ってたとしたら、はいはい、そしたらなんか俺が末恐ろしいみたいな感じになってるかもわかんないけど、いやだけど俺らは冷静じゃない、はい、でいろんな角度から考えられるじゃない、一番いい考えをこうチョイスして取ってるんだけど、うん、これを阿部監督が本当にそれを実践したとしてたら、うん、すごいなと思うんだよね。確かに。ということで、ピッチャーのもう一球一球をずっと見てるってことですよね。で、満塁を中野を三振で取って、うん、切って降りてきたんだけど、はい、もうこの暑さ、甲子園、相手が最近限界でいいって、うんうん、もう変えていいって、次頑張らせればいい、でこれで無駄に引っ張って、はい、リスクを伴って負けるよりはここで下ろしておいて、中川か伊藤か、うん、どっちかが使えるんじゃないか、使えないかなと思って、うん、試しで投げさせてる、はい、それだったらすごいと思う。これだから、ね、エースの山崎伊織投手が投げてて、おそらく80球前後ぐらいですよね。そう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 、普通だったら 1-0 だったら絶対、いや6回返してちょっと様子見たりだとかするんだけど、うん、スパッと変えたから、それはすごい、まあ、そこら辺もすごいし、やっぱ菅野が完封した時だって微動だりしなかった、うん、まあ点差もあったことはあったんだけど、はい、いやでも使う時は使う、使わない時は使わない、うん、このメリハリがしっかりできてたなっていう、この7月特に、うん、まあ、それとやっぱスタートの頭に後半の赤星持ってきて、はい、そうなんですよ、井上持ってきて、そうです、そうです、菅野ではストップができるかなっていうような感じの計算だったと思うんだよ、うん、でもなんとかこの赤星井上で一勝と思ってたと思うんだよ、うん、だから最低でも2勝1敗って思ってたと思うんだけど、うん、それが3連勝する、はい、いや見事だったと思う。例えばこういうのって、まあ、8月からやっぱり9連戦とか外での試合、ちょっと夏場苦しい試合が続くと思うんですけども、そういったところを見越してのそのやっぱりピッチャー陣の使い方っていうのもあるんですね。まあ、そうだな。いやだから無駄に使わない、うん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 、だから1球をよく見てるよ、つながりを、うんうん、やっぱね気持ちが出るからさ、その1球に対して、はい、だからもう本当は元気だったらもう井上なんか発動されてるよ、あの沢村投手みたいな、いやいや本当にバコーンってやられてるよ。いやだけどやっぱり自分が被ったらようにやっぱこう思ってるんだよ、うん、いやだから末恐ろしい監督になるかなっていう。なるほど。じゃあ7月は豊さんは阿部監督、末恐ろしい監督になるなっていうのを垣間見た月だったな、片鱗を見たっていうか、ね、月だったんですね。あ、いい監督になる、うん、かもわからないみたいな。ああ、そうですね。さあ続いてカープ、新井監督です。よく我慢したな。
我慢した7月。まあだけどシャイナーでもさ、やっぱチームのね、うん、あの課題っていうかことは分かってんだよ、うん、それでもうね8番に使ったりだとか外国人をやっぱりよく耐えたと思うよ、うん、でもそれでもその一発回答で、はい、だってあの東に負けをつけたわけだから、うん、シャイナーの一発で、うん、でもそういう戦略だとかさ、そういうことを考えると、まあ、よくやったのかなって思うけどね、うん、あのまあ、松山もね代打でずっと出てなくてヒットが、はい、でまあ、そこも耐えてたんだろうけども、やっぱ先発で思い切って使ってみて、うん、そこもヒットが出なかったんだけども、やっぱなんとかしようとする、うん、ね、ことをやりだすよね、はい、彼は、うん、で、まあ、坂倉でも堅くなに一塁手で使わなかったけども、でもやっぱりそういう力を引き出さなきゃいけないということで使ってみたりだとか、いろいろやっぱ手を返しながら、まあアイデアを使いながら愛情もかけながら、まあよくやってるなっていうような感じです、ね、そうですよね。まあね、1位を巨人に受け渡す形にはなりましたけれども、耐えながらの、まあ、耐えながらっていうよりも体制を整えながらの狙いは定めてるというね、うんうんうん、まあ、そんな感じはする。そうですね。さあ続いて3位阪神の岡田監督です。7月、岡田監督はやっと動けるようになったな。岡田監督の良さってやっぱ3位にあると思うんだよ、うん、やっぱ岡田監督はどちらかというと耐えるという監督よりも仕掛ける監督なんだよね、うん、やっと仕掛ける体制に持っていけたなっていう。じゃあ仕掛けられるようになった岡田監督の7月だったわけですね。そうだな、うん、いやだからそこまでもう試行錯誤しながら、うん、まあ、岡田監督も短期だから、はい、だからまあいろんなことがあったと思うけども、はい、やっとなんかこう嬉しさが返ってきた、うん、あ、それに伴ってクリーンアップが生き返ってきた、はい、で木浪が骨折から帰ってきた、うん、1、2番が機能してきた、やっとだよ、これからやっと体制が整ったっていう感じで、うんうん、だから後半戦から多少こう仕掛けがね、うん、多くなってきたけども、はい、その仕掛けがはまりだすと、うん、阪神ペースになるかなっていう感じですよね。まあ、7月だけでも前半と後半で分けても、前半と後半でもう天と地みたいな感じのあるな、ありますよね。だから、まあ、やっと整ってきたなっていうね、うん、だからこの状態をいかに維持させていくか、はい、これからはそういうことに周知していくんじゃない、うんうん。さあ4位 DeNA 三浦監督です。どんな7月でしたか、一言で言うと。守れなかった7月だな。守れなかった7月、やっぱ守りの破綻っていうのがさ、どうしてもやっぱこう勝敗に直結したなっていうような感じがするな、うん、これ例えば監督が選手たちに守りだったりとか次の塁を狙うとか、例えば守備体系とかそういうことの伝達っていうのは行き渡っていた7月ではどうなんですかね。ちょっとずつボタンの掛け違いがあるんじゃないかなっていうような気がするな。ボタンの掛け違いの7月、いやここ前進じゃなくてもいいだろうっていうようなところを前進させたりだとか、いろいろなこう数値から計算して判断してると思うんだけども、まあ、数値ばっかりに頼るとちょっと危険な部分もあるし、でもその数値がすごく頼りになる時もあると思うんだ。だからその使い方っていうのをもう少し的確に使わないとダメなのかなっていうような気がするな、うんうんうん、的確じゃないとは思わないんだけども、はい、なんかそこにはまだそのチームの全体の自分たちの状態だとかさ、うんうん、調子とかがあるじゃない、はい、だからせっかく調子がいいのにそこをやるばっかりに前進して抜かれて苦しくなるとかさ、はい、そういうこともあるし、あ、ここでいらっしゃうかみたいなところもあるし、はい、だからやっぱ守れなかった、打てたんだけど守れなかった7月だったかなというような感じがするよね。だから体型にもよると思うし、はい、まあ、ピッチャーの交代にしたっていないんだよね、中継ぎが、はい、うん、だからここら辺を早く整備しないと監督は苦しくなってくるだろうな、どんどんこの後もですね、この後もな、うん、まあ、若手にもチャンスを与えたりだとかさ、いろいろするんだけども、うん、追い込むまでは良くても最後の爪が甘かったりだとかさ、うん、そっか、
だから惜しい試合っていうのも多かった7月ではありましたよね。もう松尾をね、コンバートした方がいい。もう野手というかキャッチじゃなくてバッティングに専念ってことですか？あの子のバッティングがいいよ、使うと結果残すよ、はい、ただ雄大を抜けるか抜けないかって言ったら苦しい、キャッチャーとしては、そしたらね、もう早く手を打って、はい、あれを野手にした方がいい、それも内野手に、はい、フットワークいいから。あ、そうなんですか、ね、まあ余計なお世話か。いやいや見てるかもしれない、ね、いや余計なお世話かもわからないけど、なんかそれは感じた。なるほど、松尾選手を。やっぱりね、雄大はね、キャッチャーとしてもう一流になりかけてる、はい、まだ一流とは言い切れないかもわからないけど、一流になるよ彼は。となるとなかなかそこのポジションに行くのはやっぱり難しいですよね、腰として。ダブつくよね。ですよ、もったいない。そしたら松尾選手が、もったいない。そしたら松尾がもったいない、で無理やり外したら山本がどっか行くから、FA でね、絶対間違いなく。そうですよね。そしたらやり返される、しっぺ返し絶対されるから。ということはやっぱ松尾選手を早くコンバート。いや本当に俺はなんかそれを感じるな、ちょっとでも遅れると遅れた分だけ、やっぱキャリアが少なくなってくる松尾のね、それはしょうがないよ、ポジション2人で座っとくわけにいかないんだからそうですね、好きな方に投げろなんて言えないわけだ言えない言えない確かに。それは雄大だってもう全く打てないキャッチャーだったら、松尾がこうキャッチャーとしての形ができるまで山本でもいいけど雄大でもいいけど、あの子は打てるからね。そうなんですよね。あれだけ打てるキャッチャーもなかなか少ないから、はい、そうしたらせっかくのところをさ、より打てる松尾を使うか、でもキャッチャーとしては雄大の方が上、はい、どっち使うって言ったら、やっぱり雄大使うでしょ、はい、そうなったらやっぱちょっとでも遅れない方が俺はいいと思うけど、あの監督のね、総評から松尾選手のコンバートの選手に、ね、コンバートに行きましたけれども、はい、参考になったということで、ぜひ野球をそうですねさあ、中日は立浪監督です。7月は立浪監督、どんな月でしたかね、一言で言うと。もったいなかったな。もったいない7月だった。やっぱ打てるようになってきてチャンスも増えてきてるよね、まあ、その中で勝てる試合っていうのは俺はあると思うんだよ、はい、だそれをやっぱこう落とす、これはね、すごくもったいないんだよね。どういう采配っていうのが目立ちましたか、中でも例えばこれ目立ったなとかありましたか、7月。まあ、簡単に言えば、もう本当にごく簡単だ、打てか待つか、出すだけで変わったって。ここを待て、岡林、はい、スリーボールワンストライク、待て、フルカウントまで待て、それだけで変わったと思う、勝敗は。他のチームはやってるから、それ。これはね、昨年まではそんなことあんまりやらなかったね、はい、でも今年になったらね、待つウェイティングのケースが増えてるんだよ。これなぜかというと打てないから、ボールが飛ばないとか言われてるし、はい、打てないから待つケースが多いんだよ、フルカウントまで持ってって、押し出しの場面だったらフルカウントまで絶対手を出さなくて、そこから勝負に行かせるんだよ、だからやっぱね、全体的な野球の雰囲気は変わってるよ、今年はね、はい、でそれは感じてるんだろうけども、待つと思ってたんじゃダメなんだよね、もう出さないと、そういう時は、あとはフリーにしてやるとかさ、はい、だからもったいない試合が多いんだよ、でもカリストを常時使い出した月でもあるようやくね、ようやくそうでしたね、ようやく、まあ、7月はちょっと体調崩しちゃったっていうのはありましたけど、何に体調崩してる場合じゃないよそうですよね、確かに。ただこの7月に限らず6月とか5月も勝ててたのにっていう試合だったりとか、惜しい試合っていうのはやっぱありましたね。いや惜しいっていうのはさ、これはもう監督のせいじゃないけどさ、ノーアウト満塁、はい、ポップフライ、はい、カリスでゲッツ、ノーアウト満塁が3球で終わるんだよ。そんなチームなかなかないよ。まあないですね。ないですってじゃないよ。確かに見ないなと思って。もう怒りだよこっちは見て。うえって。確かにそうか。いやだから、まあ、そういうことが起こるしね、だからこれは監督のせいじゃないけど、でもまあ言えばやっぱ指揮官だから、はい、これは教育なんだよね、だからまあでもな教育っつってもな、主力だからな、そうですね、それを演じたのが、キャリアもある、はい、だからなかなかこう立浪監督がねって言われても、そのぐらいやってくれなきゃお前いくらもらってんだみたいな、そうです、そんな感じだからさ、
まあでもやっぱもったいなかった7月だな。この7月もそうだったんですね。5割以上いけたと思う、うまくやってれば。そうか、うん、だからもったいなかったな。そうですね。それヤクルト高津監督の7月はズバリ一言で言うと笛吹けどって。ん、なんか全く踊らないね選手。あ、ピッチャーが特にな。まあずっと言われてますもんね。いないんだもん、しょうがないよな。まあそうですね、うん、確かに何かしたくてもできない、出したら打たれてしまう。まあもう7月でしょ、はい、いやもうね、手は出し尽くしたと思うんだよ、うん、もうあとはね、投げたいぐらいだよ、お前ら勝手にしていい。ボールを投げるんじゃなくて、ピッチャー陣も、もうね、出し尽くして、打順もいろいろいじったし、あ、やりましたね、もうピッチャーの編成もいろいろやったし、うん、出し尽くしてんだよ、うん、もう今季初登板の高梨までも呼んできてるから。いやいや、だからそれはやっぱりね、待てど暮らせどもう泣かないんだもん。そうですね、ホトトギさん泣かないって。泣かないんだもん、うん、泣きたいのはこっちですよね。泣きたいよね、うん、あのスズメの首ってものすごい細いの知ってる、うん、あれ毛があるから太く見えるけど。そうなんですか。めちゃくちゃ細いんだよ。この前ちょっと映像で見たんだけど、はい、まあ、それはあんまり関係ないんだけど、はい、話には一応ね、ツバメなのでスワローズ、まあそうだね、うん、だからもう本当にね、高津監督首大丈夫かって思うよ。こんなになっちゃうじゃないですか最後。いや本当によ。あらまあ、よく耐えてると思うよ。まあね、あのベンチ見てると喜怒哀楽がね異常に出るので、あーとかあーとかいつもなってますもんね。もう胃の一番にもう試合終わったら帰っていくっていうか、もうまず裏に入るんだよね、はい、あらもう相当顔作ってると思う。相当。いやもう本当にね、うまくいかないっていうのはこのことだろうなと思って、投打ともに本当にうまくいかない7月でしたね、さらに、うん、だからこれをどう言えって言っても、うん、やっぱこう、ツバメの首は細いよって言うしかないよね。まあ関係ないけどさ、関係ないけどさ、手は尽くした、うん、でもね、返す返すもね、これ何月何月ってじゃなくて、うん、やっぱ塩見がいないのが痛いな。そうですね、どっちにしてもやっぱあの子の力って大きいけどな。大きかった。あとはやっぱり7月そのサンタナが抜けるのは久保さんでしたね。まあ、まあそういうこともそうだな、うん、それはもう高津監督がっていうことではないんですけど、ほらまあしょうがないよな。本当に怪我人とかに泣かされる、毎月毎月誰かに泣かされてますね、高津さん。本当だよな。8月大丈夫かなっていうふうに、誰もいなくなっちゃった。いやいやいや、本当そして誰もいなくなっちゃった。アガサクリスティになっちゃいますからね。本当だよ。本当。はい。さあ続いてパリーグです。小久保監督です。はい。まあチームの状態っていうのはあまり良くなかったと思うんだよね。はい。でもその中でやっぱ誰を使うか、ここがやっぱポイントだったと思うんだけど、下位打線が充実してるっていうさ。でコンちゃんとか山川とか打てない時でも勝ってるって。誰が打ったんだって言ったら。下位打線から周東今宮に回ってきて勝負を決めてるとか、下位が打って勝負を決めてるとか、やっぱそこら辺のそのやりくりだよね。うまいですか。うまい。やりくりがうまい。いやだからね、優秀な選手はたくさんいると思う。だけどそれを扱ってる国保監督はやっぱりね、ちゃんと選手を把握してる、見てる。だから正木をこう使ってみたり、ね、広瀬をこう抜擢してみたり、あと柳町はい、代打で使って打たしてみたりだとか、だから、ね、やっぱ選手をよく見てるなっていう、それは感じる。あと今宮をうまくこう伸ばしてるね。伸ばしてるっていうのは選手生命じゃないですか。そうそうそう、無理してやらさないけども無理聞くところはさしてるというかさ、まあ、それはもう絶妙にうまいのと、やっぱ足の使い方、バントの差し込み方、はい、非常に渋いところでやってくるな。そうですよね。いやだからずっとやっぱ、ね、周囲をキープというか、この位置をキープできてるっていうのもやっぱりすごいな、国久保監督っていう。まあそうだな、うん、まあ、ちょっとね連敗もあって、ちょっとゲーム差がっていう時もありましたけれども、気づいたら7月の終わりに1回ね、マジックは点灯してるわけなので。そうだ、うん、結局7月も強かったのだなみたいな。
まあ、強かったけど圧倒してたわけではないけどもね、うん、でもその状態バランスを崩させなかったというか、うんうん、まあ、そういうところがすごいよね。緊張感を持たせるっていう意味ではね。そうですよね。やっぱね、緊張感崩れるともうガタガタっとくるチームもあるし、やっぱ怪我人がパラパラっと出たりだとかさ、そういう時あるけども、やっぱいい緊張感を持たせてるって思う。そうですね、うん、そう。続いてロッテ吉井監督です。吉井監督な、俺はよくやったと思うんだよ。よくやった7月。だけどもったいない。もっとピッチャーを早く変えとけばこんなことにならなかったのにっていうこともある。ありましたね、7月。やっぱね、ピッチャーの監督ってね、ピッチャー引っ張りたいんだろうな。これ高津監督とかもそう。もうそう、まあ、いや、そこまでヤクルトの投手陣が力あんまないから、そうかそうか、そんなには引っ張らないんだけど、はい、ロッテのピッチャーってやっぱ可能性があるし、まあ、小島だってやっぱ力のあるピッチャーだと思うんだよ、うん、でもあまりにも引っ張りすぎるから傷口が広がっちゃって、うん、野手がもう気力がなくなるんだよ。もうここから取り返しつかない。いや、ほら、もう無理でしょって、もう変えようよって、うん、誰しも思うんだろうけども、うん、変えないんだよ、うん、やっぱそこを乗り越えろっていうね。まあ愛情なのかどうかわからないけども、まあ、そういうところを持ち合わせてるんだよね、はい、だからあれが少しでも早くポッと変えてあげることになると試合がつながるんだよね、もっと、うん。だからそこら辺がちょっともったいなかったなって思う。なるほど。節がある。種市投手のしてもそうです。にしても、まああそこは変え、まあ、パーフェクトだからな、あそこは。それはなかなか難しいと思うけども、はい、いやだけど相対的にちょっとずつで長いかなって思う、うんうん。7月長かった、ちょっと長かった7月。そうしたらリリーフ陣にやっぱりね、うん、負担かかるんだよね。勢いを持ってバトン渡されるからさ、あれみたいな、はい、ディアナがもう通り過ぎるぞみたいなそんな感じのところでバトン渡されるからさ、まあ、DNA から来ました、そう、はい、あれでいいな、うん、トラックマンじゃなくて、あの走るやつ、ね、そうです、はい、来るぞっていう、もっと早めに私やれば抜かれないのにっていう。そうですね、まあ、そんな感じのトップはあったね。日本ハム新庄監督の7月は一言で言うと、7月に入った時っていうのも最悪の雰囲気だったと思うんだけど、うん、はい、よく立て直したなと思って。そうですね、負け越しがずっと続いちゃったりとか。そうだね、ありましたか。で、まあ、レースをやっぱうまい具合に扱いながら、うん、日本の野球に慣れさせたりだとか、うん、清宮をこううまく使ったりだとか、うん、大きかったですね。大きかったね。だから奈良間とかもうまく使った、はい、石井とかも、だから選手のこう扱い方、まあ、インスタでね、はい、まあ、いろいろこう刺激を与えながら、うん、まあ、使いに行ったけども、決定を覆した7月だったかな、うん、決定するけど変化も早かった、変更も早かったような7月だったな、うんうん、だから田中正義を6回に、いやダメだと思ってすぐ戻したり、野村を一瞬使ってみたけど、やっぱ軍事を使ったとか、はい、だから決定から変更に至るまで時間をかけなかったなって、それがやっぱいい方向に向かったなという、うん、でもこれから大変だと思う。それはなぜかというと、レースとマルティネスと清宮が同じポジションに被ってるんだよ。そうですね。だからこれを贅沢に使おうと思ったら迷いになってくるし、迷うとやっぱそこから隙が生まれるというかさ、うん、歪みが生まれるというか、だからマルティネスが浮いてんだよね今。そうですね、ちょっとそんな感じで、レースをちょっと優遇してて、うん、でマルティネスがホームランを打つ、うん、さあどうするんだみたいな、うん、まあ変えるわな、レースが打てなくなってきてるし、はい、そしたらポジションをどうするんだと、うん、清宮を DH するのか、マルティネスを守備つかすのかとか、はい、まあいろいろ大変だと思うよ。やっぱ選手がいたらいたでやっぱ迷い出すんだよ。その迷いがおかしくするときあるんだよ、チームを、はい、だからこれからやっぱ大変だと思う。ちょっとこの8月その迷いが変な方向に行かないといいなと、うん、いいなって思うよね、うん、やっぱ監督が育てた選手たちだからさ、やっぱみんな愛情があると思うんだよ、はい、いやだけど切り捨てるところしていかないと、うん、中途半端になっちゃう。中途半端になるんだ、みんながみんな、うん、だからこれが怖いよ。まあ、上位を争えるだけにさ、はい、だからここら辺は迷わないようにしてほしいなという、うん、ことは思う、はいはい。さあ楽天ですけれども、今井監督どんな7月でしたか。耐えたな。
そちらも耐えた7月。本当だったらもうすぐピッチャー変えたいぐらいだよ、フォアボール出した瞬間、うん、いやだけどじーっと我慢して成長をね待ってるという、うん、まあちょっと痛々しかったんだけどな、あ見ていて、だってやられるのは分かってんだもん、うん、あれだけフォアボール出すから、はい、でもやっぱ経験上変えるわけにいかないしさ、うん、そういうのも経験だと思うとやっぱ育てようと思ったら変えられないんだよね、うん、本当だったら豊富にいるんだったらもうすぐ変えるよ、はい、で二軍に行けって言うよ、うん、でもやっぱこれから楽天を背負っていく選手たちが投げてるわけだから、うん、それもできないんだよ、うん、だからもうやられるって分かって、はい、マウンドに立たせてる、でも一部の望みは持ってるよ、もちろんね、うん、だけどやられることが8割抑えることが2割って思って見てる監督の気持ちって、うん、親の心をこしらず、あそうですね、辛抱というか、だからまあそういう心境だったと思う、うん、だから辛かったんじゃないかなって思うよね、まあ、辛抱を耐えた辛かったであろう7月だったと今井監督は、うん、さオリックス中嶋監督の7月はズバリもう苛立ちだろうな、苛立ちの7月だった、うん、5割になった瞬間いけると思ったと思うよ、まあ、よしこれから A グラスって、うん、そっから落ちていくわけだから、いやそあれどうしたのみたいな、多分中島予想が自分でも使わないんじゃないの、あ全く立たないんですかね、もうだって山下俊平と使って、まあ、確かに状態は良くないけど、まあ、1人ぐらい抑えると、まあ、当てが外れるわな、全部が全部、うんうんうん、裏目裏目に出ていっちゃうってことなんですかね、まあ、裏目っちゃ裏目だけど、うん、だけど普通だったらさ1人ぐらい抑えてくれると思うでしょ、はい、期待を裏切られてるよね、そうですね、うん、やっぱここも辛いと思う、それはまあ投打ともにっていうところでしたね、そうだ中嶋監督は、さあ最後西武渡辺監督の7月はズバリ一言で言うと揺さぶり、揺さぶり揺さぶり、指輪取れって揺さぶり、あそうですね、ソフトバンク揺さぶった7月、あのね、ナベちゃんなんか口をこうやってやるんだよね、癖ですかね、癖なのかね、はい、歯が取れそうなのかね、違う、昔からの癖ですよね、あ、そうなんですか、そうです、そうです、はい、気になりますけれどもね、いや、俺は気になるんだよ、歯取れちゃうんじゃないかな、取れない、やりすぎてもうイライラして大丈夫だと、大丈夫かな、ね、それはね、大丈夫だと思います、いいのつけてると思うので、本当に、はい、いやどんな風にベンチから試合を7月見てたんですかね、毎試合、いや、なべちゃんがさ、うん、やっぱ西武の黄金期のエースだからさ、うん、それ考えたら、うん、こいつは何なんだろうかなと思うよ、試合見ながら、いや、本当に、うん、分かりますよ、分かります、困るよ、分かります、あの強かった西武のエース張ってたわけですし、あと優勝もさせてます、まあでも7月になってやっぱこう使うメンバーもある程度決めて腹据えて戦おうとしてるよね、あそれは見えてきたんですね、そうそう、うん、いやだからある程度こう先を見据えて戦うようになってるし、そのメンバーがある程度試合に出始めてるというようなことからすると、まあまあ、第一歩かなっていうような感じがするよね、そういう第一歩も感じた7月ではなかったね、そうだね、うんうん、でもその一歩あれ踏み出していいのかなっていうような試合もたくさんあるけど ね、 そうですね、いやこちら使っていいのかな、なんか一歩進んだと思ったら翌日二歩下がるみたいな、うん、まあ水前寺記憶じゃないけどさ、はい、まあ一歩ぐらいにしといてほしいけどね、そうですね、二歩下がったんじゃもう前進めないよ、そうなんですよ、ただゲーム図はね3歩進んで二歩下がるから、ね、あそうですよね、もうめんどくさいことすんなって、もう一歩ずつでいいから下がんなってちょっとでもいいから 0.5 歩でもいいから、そうそうそう、ちょっと前に前に、いや本当だよね、うん、先はちょっと長くかかるかもわからないけど、はい、辛抱の7月、うん、ある程度体制を整えた7月かなという感じがするよね、うん、そうですね、さあ12チームの今月、まあ、7月の月間総評をしていきましたが、次回は8月の月間総評、もうここは結構こうキーポイントになってきますよ、ね、いやもう優勝のどうのこうのと、もう B クラスのチームは喋らないそんなことない、そんなことない、最後の8月で優勝決まったんです、最短で、8月の終わりにもしかするとソフトバンクが優勝して、優勝監督総評みたいな感じになっ
ってることもゼロではないので可能性まあまあそりゃそうだ、ね、そうですよ、ね、まあまあ今から取ってもいいぐらいソフトバンクもういつ出してもいいよいやいや本当にもうまあ確かにねそうですよいやいやまあもうそれはもう大変だよこれ、うん、ひっくり返すって言ったらちょっとねいや大変なことだようん本当にただだからといって他のねパ・リーグのチームそこを諦めてしまうのもちょっと寂しいものもある、ね、いやでもね2位は絶対確保したいと思ってるはずだ よ、 ですよ、ね、そうですね変な制度があるからねクライマックスシリーズがありますもんねだから2位は絶対死守したいと思うよ、うん、それはまあ営業で何十億って変わってたらまあもうそれは球団がお前もうですよ頑張れ頑張れみたいななりますもんね開催地ね本拠地開催になりますし口開けろみたいな、うん、もう血が滴るようなステーキを口に突っ込まれるのも頑張れ頑張れ言うて噛み締めながらちょっと古かったなそうですね、まあ、でもね血が滴るような久々に聞きました ね、 ねなんか昭和のサスペンス劇場かと思いましたけれども、ね、ただね、まあ、8月のおそらく月間総評9月の月間総評と、はい、もうここからはあと残すところ8、9、10そうね、もうあと残り3回ですもう負けたもう、うん、総評はボロカスだよな多分、まあ、そんなことでもない、まあ、ただ本当にどの監督も重要なこの残り3回になってくるわけなので、まあ、セ・リーグはね本当にまだチャンスあるからねそうですねで優勝は、まあ、無理かもわからないけど、うん、A クラスには食らいつけるっていう、うんうん、みんなチームだから、はい、これはやっぱりね頑張らないとねそうですね、まあ、はい